はい、じゃあ次は、はい、パリメックのバッグです。はい、かわいやかですね。そうですね。ハープの、はい。肩掛け持ってるんですね。はい。です。はい、ここポケット、あ、パスケースなんかいいですね。あ、いいですね。はい。かわいい色です。はい。はい、今度はピンクのプケッティです。はい。はい、前がこんな感じです。で、ちょっとこういう感じ。そうですね。いいすね、こう腰の上にこう乗せるような感じでね。はい。こういう感じになります。はい。はい、こちらの肩掛けのは、うん、ハンプですね。そうですね。はい、丈夫なハンプになっております。はい。縦型が使いやすいですよ ね、 ね、意外とね、はい、でこちらね、前面にファスナー付きのポケットで、後ろにもパスケースがございまして、はい、さらにですね、横にボールペンなんかを差し込めるマルチなポケットになってますね。なんかちょっと旅行行くときいいですね。いいですね。こうメモとペンとすぐ出したり、うんうん、貴重品用とかメモ帳を入れとくのがいいですよね、はい、でここにもマリメッコってありますし、ここにも M、うん、でブレードは無段階で調整可能というとですね、うん、結構使い込まれてますけど、なんか逆にいい味わいがあってなんかいいかな、はい、かわいいピンクです。そうですね、はい、はい、先ほどのプケッティと同じ形のショルダーですね、はい、パターンはヨケリ、はい、のイエローになります。鮮やかでいいですよね、この色も、うん、いいですね、はい、これからなんかお出かけにいいですね、春先の。いいですね。はい、こちらもちょっとね、同じショルダーなんですが、うん、マチがあるんですよね。そうですね。マチがあった後、ベルトが太いんで、こう肩が疲れないかなっていう感じのね。はい。大人気の、はい、リンゴ柄、ね。そうですね。はい、はい、なります。かわいいですね。はい、なんかね、マチもあるのでね、たっぷり入る、うん。そうですね。意外と収納性が高いんで、いいですね、はい、これは先ほどのヨケリプケッティと同じタイプの形のショルダーでございます、はい、ピンクはこれからの時期いいですよね。ボッコのノッパっていうのね、はい、はい、こちらにね、マリメッコっていうのがあります。一つ違うのは、他のバッグはここがスナップボタン仕様ですが、はい、こちらはファスナー仕様になってますっていう感じですね。ね、なんかこう貴重品とかも安心、うん、そうですね、ちょっと安心度が高まりますね、はい、でもその辺はお好みでしょうかね、うんうん、スナップボタンもいいですし、こういうファスナーのもいいですし、はい、はい、ピンクのヨケリですね。以前にもこれと同じタイプのライトグリーンのものをね、はい、販売させていただきましたけども、これ何がいいって大容量なんですね。ね、はい、ちょっと一泊の旅行なんかにもいいですし、いいですし、もうレジャーには最高ですね。もうたっぷり荷物入りますので、はい、こうやって肩にもかけられますし、うんうん、これでもいいですし、はい、そうですね、こんな感じです。たっぷり入ります。マッチもたっぷり、はい、なんかお得感を感じるときいっぱい、そうですね、すいません、主婦が出たりしました。座長学祭持っても可愛いですね。そうバッグが、あ、男の人でもね、これだけこう肉厚の人でも大丈夫ですね。入ります、はい、こちらはちょっとガラッと変わってきましたね、うん、今までのと。こちらはブラックベースにグレーと白とベージュ系ですか、はい、落ち着いたパターンですね、はい、これも先ほどではないですが結構大容量ですね、こちらもね。そうですね、うん、これもレジャーとかお買い物何でもいいですね、これはね、はい、はい、肩からかけられますしね、うん、はい、男性の方も通ります。はい、どこかに行こうかはい、ちょっとエレガントな、そうですね、ワンハンドルの、ショルダー、はい、これはもう本当ドライブとかね、うん、なんかいいですね、気軽に貴重品、スマホとかハンカチとかね、はい、かわいいリコです、はい、であと同じ赤とピンクのピンクのこのショルダー、
キベットもございます。赤に、それぞれ商品状態違いますので、その辺は、はい、ホームページの方のコメントをお読みください。はい、はい、そして先ほどのタイプ、四角タイプのスナップボタンタイプと同じですね。はい、ショルダーになります。はい、ピンクのお肉も可愛いですね。はい、はい、で同じショルダーで、はい、ウニッコの赤がございますが、こちら実はちょっと巻きありでございまして、はい、かなりもう何度も洗濯して使われているみたいですので、生地擦れ感がございます、はい、ただ穴とかは開いてませんので、まだまだ現役で使いますので、アウトドアかなんかもね、あ、よくね、そうですね、うん、気兼ねなくね、もちろんプライスダウンで販売させていただきますので、はい、巻きありとしてですね、はい、はい、でこちらも同じショルダーになりますが、はい、こちらはアペルシーズンですね、はい、でこちらも同じで結構生地スレッカーがございますんで、用途はちょっと限られるかな、うん、そうですね、で先ほどのね、こちらの赤のウニコと同じようにちょっとドライブとかね、うん、あとキャンプとか、キャンプですね、アウトドアなんかにね、こう気兼ねなく使って、汚れ気兼ね、ね、汚れ気にしないで、でも使えるような、はいはい、でキャンプとか行ってもね、貴重品はね、うん、こう派手にこうつけておいた方がいいと思うので、そういった時にいいかなと思います。もちろんこちらもプライスダウン、はい、はい、はい、はこちらがイチゴのバッグ、こちらはハンドメイドですね。そうなんです、マリメッコのマンシッカっていうイチゴのね、生地、厚手のプロダクト用のものを使ってるんですが、ただその生地を入手してフィンランドの作家さんが作った、はい、作ると、はい、でも可愛いですね、はい、で上に行くに従ってこう口が広がるタイプの非常にスタイリッシュでね、はい、それに対してベルトもなんかこう本体に合わせて絞った感じのね、うんうん、意外と考えられて作る、ね、強度的にも問題ですね。これだけ男性も、はい、可愛いですね、男性が、そうですね、持ってもね、男性が持っても一応ね、うん、十分こうアームフォーム、うん、いいと思います。はい、はい、以上でしょうかね、はい、以上になります。はい、はい、ということで今回は生地とバッグと、はい、いうとこをね、見て楽しんでいただければと思います。春の子、はい、楽しみ、春が来るの楽しみにして、ね。そうですね。はい。はい、あと本当寒さもね、ここあと2週間ぐらい。そうですね。うん、頑張れば。もう2月になると寒い中でも日差しはもうだいぶどんどん強くなってきますからね。はい、楽しみですね。はい。皆さん本当風邪ひかないように、はい、はい、気をつけていただきたいと思います。はい。ということで、はい、はい、よろしいですか。以上になります。はい、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。